はい、では始めたいと思います。キヨピーチャンネルです。こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、なんと、ゲストでですね、元 J リーガーの、西田さんに来ていただきました。拍手。西田義弘。びっくりやりま。普段ね、西ピー、西ピーって言ってるから。下の名前までちょっとわからないですけど。じゃあ、紹介前に名前ぐらい確認してくれる、はい、で、今48歳なんやけど、40、今何だよな ?47。僕のまあ学年度は1個下なんですよ。だから48とか49歳のサッカーやってた人間だったら絶対知ってるっていうね、西ピーでございます。僕なんで知ってるかって言ったら、僕らの時の高校サッカー選手権大会なんですよ。うん、で、うん、僕らが3年の時ね、うん。で、僕らは予選でもベスト8とかで負けましたよ、うんうん。で、その時に京都、ちょっと長なんだけどな、うん。京都代表で出たんが山城高校や、うん。山城高校ね、うんで。山城高校が全国のベスト8で負けない、うん。ね、うん。で、山城高校に勝ったんが国見高校っていう高校。国見高校、その国見高校を倒したのが武南高校って。で、もう武南高校が決勝まで行ったと。うん、で、武南にはね、うん、すごい選手がおって、うん、上野っていう天才プレイヤーがおって、うん、これ絶対武南も優勝する。武南が優勝と。うん、僕らずっとテレビで見てたんや、うん。そしたらね、向こうサイドから上がってきた南上高校ってなって、うんうん、どうやら英明県代表って何やと。うんうん、知らんやん。四国かと。知らんやん。そう。知らんと。絶対は無難やと。もうシャットアウトで勝つなと思ってたら、南上高校と無難高校の決勝戦。これね、載ってますよ。YouTube に載ってます。1対0と無難リード。さあ、南上が攻め込んでいきます。11番の西田がゴール前で待っているが、パスは通らない。この後半、いいボールです。さあ、西田シュートゴールかゴールインゴールイン11番西田5点目この大会5点目11番の西田立ち上がりゴールで1対1同点に追いつきました南上今度は南上勢いが出てきました放送席南上のですねはいあ、チャンスですねさあ南上チャンスだあいいボール出ましたか西田どうか浮かした浮かしたゴールました西田のゴール2点目西田はこれでこの大会6点これで得点王間違いないでしょういいスルーパスです ね矢野くんですねそうです ね矢野くんの後半開始1分で1点入って、うん、で5分ぐらいでもう1点な、うん、連続でポーンで逆転したとその時の、うん、2点取ったのが西ピーです拍手ですねちょっと長かったけど、うん、そっから、西ピーが J リーグに行って、うん、何年か経って、うん、突然ね、僕がやってるね、ランチ会に来てくれました。うん、で、その時はもうビリヤードプレイヤーだっけ、うん、そうやね。ビリヤードプレイヤーになってて、うん、で、天王の西田さんですかみたいな話になって、結構こう仲良くなって、10年ぐらい経って今になるというような、まあ、そんな話でございましたということで、うんうん、どうですか、西ピー、最近は。何してますか最近、うん、最近は、うん、何やろまあまあ相変わらず好き勝手やってるけどね。あ、もともと一番最初は、南上は卒業して同志社。同志社、うん。行って。で、同志社でも全国優勝して。はい。で、その後がからちょっと経歴をちょっと。その後が、うん、まず J リーグ、サンフレッチェ広島、うん。で、次が、京都、パープルサンガ。パープルサンガ。で、アビスパ、福岡。アビスパ、福岡。で、ヴェルディ、川崎。で、コンサドーレ、札幌、うん。で、終わり。すごいね。うん。大体、いや、すごい。大体知ってるチーム。サッカー知らんけど、うん、それ知っても全部。全部知ってるチーム。うん、知ってる。大体素人でも知ってる。うん。チームの色とか分からへんで。ヴェルディが、
緑 で, 緑で、サンガが紫ぐらいはわかるけど、うん、地元やサンガ。コンサドーレは水色。コンサドーレ赤、ちょっと赤コンみたいな。コンのとこ、うん、違う違う、ごめん、間違ってた、うん、もうだいぶ昔やしね、うん、今もちょいちょい変わってると思うし。あ、そうなんで、サンガ時代に日本代表に入ったやな、うん、で、サンガ時代にこうずっとフォワードやって、そうそうそう、うん、で、そのサイドバックになったのがサンガやったっけ。サンガで、それで日本代表行ったやな。そう、うん、そ なんで行ったんそれ。あれね、あのそのサンガが J1 に上がった最初の年に、うん、俺広島から呼ばれてきて、うん、で、そこから、あの、連敗街道まっしぐらなのよ。おそらく開幕から、21か23連敗して、うん、今も日本記録のはず。マジで？そうそうそう。で、俺開幕からフォワードで出てたんやけど、点が取れへん。まあ、勝てへん。で、そこで、あの、まあ、チームも、まあ、補強しなあかんと。で、ラモスさんが来たの。で、ラモスさんが来て、監督がその時ブラジル人のオスカーっていう名プレイヤー。で、その二人が、まあ相談して、まあ俺点取れへんけど、一応使えるやろ、みたいな感じで、RB の、オスカーが、うん、試合、まあ土曜日に試合があって、日曜日がその時、あの、サテライトって二軍のね、試合が、あったんやけど、その日曜日のサテライトに行ってくれって言われて、うん、俺、前日フルで出てんのよ、うん。で、あ、俺もいらんねやと思って、うん、で、行ったら、ちょっとサイドバック試したいから出てくれって言われて、うん、で、それで出たらなんか OK やったみたいで、で、そっからサイドバックに転向はしたんやけど。で、あのね、俺それ、すごいやっぱフォワードで鼻が出んか。うん、ほんで、その、今でこそさ、サイドバック誰って、うん、最近の日本代表の左の。長友やね。長友とか、うん、ね、結構有名な選手もおるやん。うん、あの、ロベカルとか、うんうんうん。その前のバックってやっぱり、なんちゅうの、地味な存在。地味やね、うん。そんなんなんか嫌なことなかったんですか。いや、嫌やったけど、ただ、あの、攻撃参加はできるやん。うん、でも、あの、サイドバックに行ってやるっていうことに関しては、ものすごいカットあったよ。あったよな。うん。でもね、そこはちょっと、まあまあ、ラムさんともいろいろ話させてもうてね、うん。うまいこと乗せられて、すぐ乗るし。ああ。分かってはんやな。そう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 。出れんやったらどこでもいいぞみたいな。もうとりあえず、やっぱプロである以上は、やらない、ピッチの上出えへんかったら、もうほんま意味ないし、うん、プロじゃないのと一緒やと思うぐらいの、うん、天と地の差があるわけなのよ。で、そこはね、やっぱりプライドあったけど、うん、まあ、とりあえず新しいとこで、うん、もう試してみようっていうふうに腹くくって、うん、うん、そこは行ったけど。うん、けど、それでな、こう、日本代表まで入って、うん、で、何試合か出てたよな。こう、ウィキペディアによると。俺、あの、ウィキペディアに載ってる知り合いってなかなかいい人。多分、西ピシク知らんよな。そう。なウィキペディアでこう調べられるっていうね。あの、そういう人なんやけど。すごいよな。そう、ようよう考えたらすごい、すごいんだけど。普通の人乗ってんの、はい、じゃあ乗れるって。乗れへん。乗せたらええねん。いや、俺削除される。一般ですよね。変えたらこう削除されるウィキペディアで。ちゃんと見てるね。ちゃんと見てるから。そう。これ何申告したって。ダメなんです、うんうん。はい。そうだね。そんな認知されてる人しか乗らないよ、そら。そんな当たり前やん。うん、何基準なんやろねえ。いや、何基準ってどうなんやろな、これ。ちょっと俺分からへんけど。そんな日本代表を選ばれた人やったら乗るよね、そら。いや、それ絶対乗るよ、ね。だってもう、すごいもん、それって。ずっと使える、うん。ずっと自分が持ってるもんだから。そうだね。確かに。確かに。ほんで、頑張ったらみんなが取れるからって、そうでもないし。うん、そんな頑張ったら必ず何かの日本代表になれるかって言ったら、うん、そんなことないやんか、うん、それはちょっとちゃうから、やっぱりすごい、なれるって素晴らしい、俺がなったやんもん。いや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 
いや、まあ、95年からさ、こうサンフレッチェ入って、まあ、2003年のコンサドーレ札幌でまあ終了と、まあ、8年間か、プロなら。9かな ?9 年かな、うん、?9 年間でさ、その、なんか、普通じゃ慣れないやんか。まあ、まあ言うても慣れないですよ。J リーガーがね。うん。そのなんか、こう、慣れたきっかけっていうか、その、まあ、どういう少年時代を見てたの？サッカーしかやってないの？いや、そんなことなくて、多分ね、これちょいちょいいろんなところで喋ってんねんけど、俺、まあ、言ったら小学校5年の時に、もうプロになるって決まってたのね。自分の中で。ちょっと鳥肌だったけど、うん、決まってたって何なん？その自分で決めてたのか、なんか降りてきたのか。降りてきてん。俺はプロになると。うん。うん、もうプロになってる姿が全部ね、バーンって降りてきたのよ。本田圭佑と同じこと言ってね。まあ同じこと言ってたとしても俺の方が生まれてるの早いし。そうやな。そう。西君の方が早いね。どっかで俺のこと聞いたかもしれない。聞いたかもしれない。なるほどね。そりゃそうや。そうかもしれない。で、それで俺も、J リーグもないしね。でもプロになるって言うて。その時なかったからね。そう。で、それで決まって勝手に、自分で、そうなるな。っていうのがあったし、もうその道しか考えずに来たら、なったみたいな。うん、5年の時に小学校5年。小学校の時に。11歳。すごい。いや、ほんまね、俺らの時そんなね、サッカーの、プロサッカー選手もなかったし、当然 J リーグもなかったし、俺らが20歳ぐらい、20歳とか19とか、あれぐらいで開幕したから、うん、まあ構想はまあ当然あったんやけど、プロで食っていってる人なんかほとんどいなかった時に、どうやって、いや、ほんま、キャプテン翼とかの世代で、その、キャプテン翼は漫画の中でもなんか夢みたいな、話の時やからね。あ、まあ、そう、やっぱりそう思ったらやっぱすごいなと思うけど。で、サッカーしかしてへん。サッカーしかしてへんわけじゃなくて、小学校の時は、多分、今とちょっと違うんかな。季節ごとにいろんなスポーツあったりしてたの。俺の学校は田舎の学校やったんで、それもあって、夏はね、水泳やったり、陸上、野球、まあソフトボールね。で、リトルリーグで公式の俺、野球もやってたし、どこやってた？ショート。3番ショート。最初ででもね、ピッチャーもやらされてんけど、4人ぐらい連続でデッドボールやったら、もうクビになった。その中でなんだ、そう、サッカーが一番、じゃあサッカーはね、小学校3年の時に初めてやり始めたのね。友達に誘われて行って。で、一番最初に、その、先生がね、ボールをこう上から足で押さえて、このボール蹴ってみって言われて。で、蹴ったのよ。超簡単って思って。で、そっからもう楽しくなって、暇があったらサッカーしたり、なんかいろんなサッカーに関することを、まあなんか自分で、例えば坂道、下り坂やけど、走っていったら足早なんのかなと思って、なんかダッシュしに行ったりとかね。下り坂を、怖いやん。怖っ。で、そんなんとかやって、ほんまに、例えば友達がね、家に遊びに来てるとするやん。でも友達と、俺の家に遊びに来てんねんね。でも俺勝手にサッカーしたくなったら、小学校のグラウンドまで行って、サッカーしに行って友達ほったらかしとか、そんなんやってたしね。いや、サッカー好きやって。サッカー好きやって、それで、簡単って思って、でも、やり始めたら実際楽しかったし。で、その、小学校の時はさ、その、まあ、愛媛県で、どうやったん？その、県大会優勝。全然行ったことない。全然のプレーやった。いつから頭角を現したわけ？まあ、小学校、学校の中でもうまい方ではあった。で、中学では一応、まあまあ、チームの中で一番うまかったけど、もうひどかったね。どういうこと？何が？もう、チームワークなかったもん、俺。もう、わがわが自分一人、そう。俺に回せ、みたいな。うん。で、それが、ほんまひどすぎて、なんか例えば、知り合いのね、親戚のおっちゃん、おばちゃんとかがね、なんか応援行くわとかってなるやん普通、お前一人でやるから嫌って言われたもん見に行くの。あ、それぐらい一人でやってて、プレーで、で勝てへんのそれ。まあまあ勝ってん。あ、勝ったんそれ。うん、そっか、
まだね、まだその、まだ中学校ぐらいやったら、うん、でもそのレベル高いとこ行ったら通用せへんけどね。一人じゃ。え、その愛媛県では、ほんならまだ中学時代の西田選手は、まだ、そんなに言う。もう全然全然。もう町内、郡内やったらまだちょっと知ってるかなぐらい。へー。それひょっとしたら、今見てる人に夢与えるかもしれないな。いやもうね、うん、何が起こるか分からへんよ。分からへん、うん。だって、それ以上のやつおると思う。おるおるおる。中学で選抜入ったり。俺より上手いやつなんか何ぼでもいたから。おるよな。なあ。ほんで高校入りました。南は高校入りました。うん、それはサッカーするため。うん。違う。これもね、面白い話で、うん。俺プロになるって決まってるやん。でも、その高校の時に、うん、何やろうね、反抗期なんかな。うん、もうサッカーなんかやらへんわ、つって、うん。もうなんかみんながね、その高校でサッカーやるって決まってるやつは、高校に練習行かしてもうたりしてたのよ、うん。俺も全然行かへんくて。で、ある時その高校の春の合宿が、なんか、どこやったかな、静岡と広島に分かれるのが、A チームの方がどっか静岡の方に行って、で、その B チームの方が広島の遠征に行くっていうので、メンバーが足らんから、とりあえず来るだけ来てくれって言われて、行ったら、どうやら俺がめちゃめちゃ活躍したらしく、俺記憶にないねんけど、覚えてんの、うん、その先輩曰くね、あ、周りの人が言うにはあの時めっちゃ良かった、うん、その先輩がそのその B チームの監督してた人の話を聞いたら、もう化け物がおると、はいはいはい、それがそのね、当時そのまあ高校時代の石橋監督って言うんだけど、うん、監督の耳に入ったらしく、うん、でそっからなんか知らんけど俺1年からレギュラーで出して、いやもう地元の高校が南は高校しかなかったのよ。そこしかなかったの、うん、じゃあほんまに田舎やねん。そうなの。そこしかない。そう。でもでそこに入って、そう。こ連れてはったの？全国大会。全国優勝や。うん。だからね、その俺が小学校5年の時に自分の中でもプロになるって決まったら、もうレールがもう敷かれてんのよ。うーん、今ね思い返すと。で、たまたまね、その、俺が小学校の時に、南和高校にね、その石橋監督が来て、サッカー部の監督になって、サッカー部が、その、県内で、もうほんまに、南和が一番強いっていうチームになって、で、それがずっと続いて、で、俺が入った時も監督が言い張って、で、監督が、まあまあ、あの、もう覚えてんねんけど、うん、一緒に日本一になろうって言われて。ああ、すごい。うん。で、まだその時俺、田舎の子で、純粋やん。うん、絶対なるって思って、で、それで、なんか、なるようになったねっていう。ということは、その、中学の時に、もう、めちゃめちゃ上手かったんやけど、その、自分でもそれを気づいてへんかったとか、そういうことなんだ。うん、全然。なあ、うん。で、高校行って、まあそういう合宿みたいなんで、いきなり引っ張り上げられたっていう、見つけられたっていうかな。そう。才能、うん、うん。だからそこで行って活躍してへんかったら、ね、なかったかもしれへんし。うん、人数足りにしてって言われたんが、きっかけの、うん。うん。よかったな、それ声かけられ。いや、ほんまに。でも俺も反抗期やからね、うん、あの、ほんまはやりたくないわけじゃないと思うね。でみんなに言うた手前ね、あとに引き下がれへんみたいなのあるやん。でそれでもしゃーないなって言って行って喜んでたかもしれんで、ね、覚えてへんけど、うんうん、でそうやってね活躍するってことは楽しかったやもんなと思うけどね。そうやな。その時に多分全国一になろうって言うた監督もすごいよな。そのいや申し訳ない、その俺らサッカー知ってるやつからしたら、うん、四国って言うたら、そうやね。せやろ、うん、めちゃめちゃレベルって、全然、うん。低い、もう全然。埼玉とかやっぱり、な、うん、あの、東京とか関東とかな。でも九州はね、国民とか果実とかいたけど。やっと出てきたぐらいで、みたいな。そう、四国は全く。そう、四国とか、うん、ありえへんやん。その時に全国優勝しようっていう。ないないない、うん、言葉が出てくること自体信じられへんというかな。だからその時に監督が来て、ベスト8に入ったのよ。うん、まあ国見に負けたと思うんだけど、うん、その時、うん。で、それで、ある程度こう、手応えをつかまはったと思うんだけど、うん、で、
で、俺が1年で入った時に、ベスト、上の代の先輩のメンツが揃ってたの。うんうん、で、3年生はそんな、まあ、あれ、いい選手は何人かしかいいひんくて、うん、で、俺が1年の時にその先生に言われたのは、うん、3年計画でいくと。あ、3年後に、ペッペン取るって言われて。あ、それの3年目やって。違う、俺2年の時。2年の時。え、それが3年目の 3年目やったん、その自分が2年の時。んその、西ピン。違う。俺が高校1年の時に3年計画で、うん、3年後に。2年で取ったから。2年で取った。まあ3年かかってん。全国でしょ。うん。で、3年の時は負けたよな。負けた。ベスト。あの、選手権は、3回戦で負けた。そんなんで負けたよね。でも、インターハイは準優勝したけどね。ん？インターハイ。夏の。インターハイ、夏はね。そう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 。ほな、もう、だから、高校で開花した。そうやね。完全に。うん。もう、ほんまに監督のおかげだと思う。これは。すごい、その、西ピーって、その当時の西田っていうのは、足が速い。そうやね。うん。めちゃめちゃ速かったよ。速かった。どれぐらいで走ってる？どれぐらい ?50 メートルは5秒9かな。俺もまあまあそれぐらいやったけど。いや、でも、だいぶ速いよな、それで。うん。うん、だから、まあ言うたら、走力は、まあ10段階中のね、10とするやん。技術は3ぐらいしかなかったからね。正直。その、いや、そのパワーとドリブル、スピードやんな。うん、まあまあ言うたら。うん、それすごかったよな。もうその、ヒューガ小次郎みたいな、その、キャプテン翼知ってるやつやったらわかんねえけど、うん、うん。そんな感じやわ。でも華麗なテクニックでとかじゃないもん。うんうん、それはめちゃめちゃ、あったよな、うん。だって後にヴェルディで作られたニックネームが爆走機関車やで。爆走機関車や。爆走機関車やね。だからもうね、そういうプレイスタイルだよ。ぴったりな、あの、ニックネームだよな。南上で全国制覇して、まあ3年で、まあ高校選手権終わりましたと。で、次に大学同志社で、まあサッカーで推薦で入って、で、サッカーで、まあその時もな、同志社で、太田、西田の2トップで、こう、天皇杯だっけ優勝して。天皇杯じゃない。何やったっけ？東西対抗。関東のチャンピオンと関西のチャンピオンが当たって、日本一決めるっていうところで。俺それテレビ見てたもん。あ、ほんまに？見てた。それで優勝した。すごいな。太田も知ってるやんか。その高校で。ああ、そうやね。山城でめちゃめちゃ、やっぱ京都でめちゃめちゃ有名なプレイヤーやったから、あ、やっぱこの2トップはすげえな、みたいな。夢の2トップやな、みたいな。うん、まあ、俺からしたらね。思ってたから。まあ、その時くらいは、どうなんもう、めちゃめちゃこう、いや、もうやばいぐらい、もう高校ね、うん、2年の、うん、あの冬の選手権でね、得点をなって、日本人になったやん。そっからもうやばかったよ。やばかったよ。ああ。そう、やばいよな。もう、天狗、どこまで天狗やねんっていう。いや、もうほんまでも自分が一番うまいって思ってたやろうな、うん、そら、うん。そら、そうやろ。もうひどかったね。人格が崩壊した。いや、ほんまに。やばいな、それ。なるって。なるよな。うんうん、よっぽど育ちが良くないと。うん、ほんでまあ、J リーグもまあ、なんかこう、すごかった時代や、まあまあ言うたら。